トーマス・ジョージ・モント・ゴメリーが描いた K1 と K2 のスケッチ1856年。トーマス・ジョージ・モント・ゴメリー中佐は1850年代にインド大三角測量に注意として参加したイギリスの測量館。世界第2位の広報に K2 という符号を割り当てたのはモント・ゴメリーであり、K はカラコルムを意味していた。K2 はこの三方の名称として定着し、 今でも最も頻繁に用いられる故障となっている。三両への盗犯の試みは失敗することが多かったものの、モントゴメリーをはじめとするインド測量局が19世紀に実施した測量は極めて正確なものであったことが明らかになっている。彼らによって計算された三方軍の標高は今日広く認められている標高の値と非常に近い。 1865年にはパンジャーブからカラコルム山脈に至る測量の功績に対して王立地理学会から金メダルを贈られた。測量の成果を受けてモントゴメリーはインドの測量の範囲をチベットにまで広げる試みに関わることとなった。チベットはイギリス帝国の一部ではなく外国人には封鎖されていたので彼は訓練を受けた。 インド人たちを雇って、チベット人の旅行者に偽装した、いわゆるパンディットとして、チベットの領域内に送り込んだ。1867年、調査に承認していたモントゴメリーは、中央アジアの探検を行う、地元出身のエージェントを雇い入れることを任務として、ペシャワールに派遣された。モントゴメリーは、シトラルやバダフシャンの測量を行うために多数を雇い入れ、その中には、 1870年に、スワートハン王国、ディールハン王国、バダフシャーンを回ったヒデルシャーもいた。ありがとうございます。